皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は5月30日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。峰屋は和歌の財布じゃないと説いた竹雄が、どんとお申し付けくださいと言った時に、万太郎が全く笑わず表情が止まり、違和感をしっかり感じ取ってて、ただの天真爛漫な天然男子ではなく、空気の読める繊細な人だと感じました。西洋の植物画には陰影がある。日本の昔からの文化を消して西洋式を広めようと考える田辺教授にも影なる部分があるということなのかな。初登場の時は純粋に植物研究にまっすぐなイメージだったけど、回を追うごとにダークな部分が見えてきたし、しかし陰影があることで奥行きを感じられる植物画、田辺教授も人間的な奥深さが隠れているのかも。税金なんか峰屋に関係ないと言いつつ、何か思うところのある表情をしていた万太郎が、峰屋のためにできることとして導き出し発奮する答えが、日本の植物学の発展だから、本当にもう頑張れ。植物学を追求することで日本の発展を示すという考え、鹿鳴館を建設して文化の変化を示すという考えに似てますよね。やはり万太郎はただの田舎のボンボンではなく、田辺教授や高藤さんと同じく未来が見えている人だね。峰の月のアップからの欠けた月でエンディング、実に不穏である。部屋を見れば田辺教授が西洋かぶれなのは一目瞭然。バイオリンを見てその場で思いついたのか、シェイクスピアや西洋の音楽の話題という餌をまいて教授の食いつきを待つ作戦はグッジョブでした。おまんのそのあけすけなところと言われていた万太郎が、田辺教授の西洋芸術へのこだわりに目をつけて、西洋画の陰影から西洋音楽の話題を持ち出し、教授の関心にコミット、城之助や野宮さんの話も吸収して調略の流れ、万太郎の成長の見せ方がうまいな。田辺教授の趣向に合わせて話題を振り、相手の方から自分に歩み寄るように誘い出す万太郎、現代でも最強の営業マンになれそうだ。峰屋の精神的支柱だった滝さんの背中に見る夜年並み、体調を崩した滝さんに握られた手、綾は滝さんの時間が残り少ないことを感じているな。難しい話をやめて茶屋に誘う綾に胸がギュッとなった。セーフめ、日本が誇る日本史を潰して何が西洋に並ぶ強い国だ。金を取ることばかり考えるなよ、金をかけるんだよ。日本の文化、万太郎のような志ある研究者を守り育てるために金を使ってくれよ。そこには人が生きて戦ってんだ、ちゃんと見てくれよ。失策を増税で賄おうというのは今も昔も変わらんがか。酒を保存しているだけで密造と言われちゃうのね。絞りすぎて酒蔵が潰れちゃったら税金も取れなくなるのに、何考えてんだろう。不安な綾を一蔵さん夫婦が支え、綾は滝さんをいたわる、滝さんは植物図鑑を作るんだと張り切る万太郎を思い、自分のことは知らせるなと言い、万太郎は峰屋を思って動き始めた。
そんな万太郎を見て嬉しくなる竹雄。みんながみんなを思ってるよな。万太郎も綾も互いを思うがゆえに、手紙には決して苦労は記さない。文明開化の影響は芸術の幅を広げた長所もあれど、それで苦しめられた人たちもいたんだよね。当時の陰と陽を万太郎と綾を通じてさりげなく映し出してる。堀田先生を呼ぶということは、カンちゃんの耳にもおばあちゃんの不調が伝わるということで、カンちゃん経由でいつか万太郎にも伝わるかも。峰屋は峰屋でお殿様に保護されて守られてもいたんだよね。既得権益というか、よそから見れば今まで特別扱いされてたと思われてたわけで、綾からの返信、小さな字でぎっしり書かれているけれど柔らかな筆跡、人となりが伝わる。文面のだいたい半分くらいは挨拶と相手の無事を祈る内容だけれど、早漏文だって人の心の機微を伝えてあまりある。文語改革論者の丈之助だってこんな文をもらったら喜ぶだろうね。今日の万太郎の足元から開花のカットにつながるところや、前々回の屋敷の扉が開いてお寿恵ちゃんが入ってくるシーンとか、らんまんはカットのつなぎや構図が映画顔負けの凄みがあると思う。ストーリー同様、絵作りも非常に優れてて思わず見入ってしまう。幸運の象徴である四つ葉をしおりにして、丁寧に二つ折りにして大事にしてる藤丸くんがキュートすぎる。万太郎からシェイクスピアの話が出た途端に手が止まる田辺教授。会社の同僚から好きなアニメのタイトルが発せられたのを聞いた私と同じリアクションだった。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。